菅直人さんのブロックについて話してくださいってことですけど、菅直人さんの発言を受けて、ものすごく政治家として不誠実な、あの、対応を取る、元総理という肩書きがある人が、あのような言葉しか投げられないっていうのは、僕はそういう政治家が嫌いですし、どんなにこうムカついたとしても、元総理、えー、現、えー、政治家が、国会議員が、あのような形じゃないとアナウンスできないっていうのは、僕は、 嫌いなので、だからブロックするというふうに宣言しました。ブロックするなんてわざわざ宣言しなくていいじゃないかというね、お叱りの声もいただいたんですが、逆に別にしてもいいじゃないかと思ってます。そのあたりはもう価値観の違いなので、これ以上すり合わせる必要がないと私は感じております。だから、カンさんが間違ってないと思う人がいるのは、それはあなたの価値観だし、俺の価値観はこうだよと言って、 るんんで何も押しし付けようとしてませんねブロックしたという宣言をしただけなのでみんなブロックしようぜって俺が煽り立ててるんだったとしたら大問題だと思いますけども僕はあの人の言葉を拒絶しますという意味で菅さんのツイッターをブロックしました見たくない人はもう全部ブロックですねこのコメントをした途端にお前は維新の回し者かとかすごい言われるんですけど 僕は本当にフラットなので、どの政党かっていうのも、毎回選挙ごとに投票する先が変わるぐらい、無党派層なので。<laughs> 不動票ですよ、言ったら。無党派層のことを馬鹿にする人いるんですけど、それはそれで僕は自分の一票に誇りを持って、自分の考えを毎回選挙の時に、この人だったら今の僕の考えに合ってるなとかって考えてるんで、他者から僕の選挙スタイルとか、僕の政党を支持するスタイルを、とやかく言われる筋合いはないと思っております。アンチの方はね、もう、とかく、右にいる人、左にいる人、 このポジションからしかトークできないような人が多いですから、右にいる人はもう自分から見た左は全部左になるわけですよ。 で、極左の人は自分から見て全部、右はもう全部右という。右か左かっていう議論って僕はもう、この時代において、右翼思想とか左翼思想を否定しているわけじゃなくて、それはそれで思想として持っていただく分にはいいんですけど、でも、右翼だからこっちの考えしか認めないっていう方法では合意形成が取れないんじゃないかなと思います。なので、分断を生み出すような方法を取りたくない。で、 菅直人さんは分断を煽るようなことを元総理でありながらしたっていうことが僕の中にはもうなかなかこう理解できないということで立憲民主が嫌だとかそういうことを言ってるわけじゃないですね菅直人さんという人間が僕は受け付けませんねということをツイッターで。 え、言っただけです。一番信頼できると思う政治家はどなたですかでも、たくさんいるんでね、逆に信用できない政治家を言ってった方が早いような気がしますけどね、この人は信用してませんっていう。でもまあ、ここで言うことはちょっと避けたいと思います。しんどいんですよ、あの、政治的なコメントをすると、お前ごときが政治語るなとか、勉強して政治を語れっていう人たちが現れるんですよ。 そういう人大体こうアイコン目に行くと日照旗を掲げていらっしゃるんですけども勉強しないと政治の発言ができないってなるとほとんどの人が口をつぐみますね勉強するってどこまで勉強したらこの勉強しろって言ってる人は勉強してることとして認めるのかっていうのは僕はもう 発言している人それぞれで勉強しているラインって違うと思うので、勉強するか否かじゃなくて、政治に関心を持って一歩踏み出している人はもうみんなで政治を考えるっていう考え方に切り替えない限りは、ずっとみんなが、やいのやいのと右が左がってこう、右翼左翼の合戦をやってても、僕は、 なんかあんまり意味のないことだと思うんですね。政治に興味があるって言うと、いよいよ出馬かみたいな、政治に興味があるって発言することは政治家になるということじゃなくて、国民の皆さんが、 政治に興味を持つ人を増やすってことは僕は日本にとって、えー、いいことだと思っているので現時点では僕は人と議論するときには自分の意見が変わるかもしれないと思って話をしますなのでそういった方々とより深くコミュニケーションが取れたらなと勉強してるかしてないかは立場によってね俺が勉強 しているって思う人もいるだろうし、いやお前なんて勉強全然足りてないんだよっていう人もいるだろうし、そこの軸は意外と関係ないというふうに私は思っております。ちゃんと賛同してくださる方もいらっしゃるということでね、ヨーヨーさんは草場の陰から石を投げるタイプだと思うんですが、僕の考えが威信寄りなのは明らかというコメントがあるんですけども、ぜひ、あの、僕のね、すべてを知らないのにこうやって自分の 価値観だけでラベルを張りに来るんですよ。あいつは維新だとか、あいつは自民党寄りだとか。そういう議論って本当不毛だと思うんですね。僕が維新寄りであろうが、自民寄りであろうが、そんなことが問題なのではなく、この一つ一つの政策についてどう思うかっていうことを議論することの方が大切ですし、 僕はなんだったら自民寄りですから自民党を支持している回数の方が多いですだからこうやっていかにも当てにならないことを堂々とチャットで打てるっていうのは僕のことを知ろうとしていないのに勝手にラベルを貼るのはやめていただきたいなと思います僕はどちらかといえば今までの統計で言うと自民に入れた票数の方が圧倒的に多いですね